阿蘇市一宮町にある武道場、報徳道場が熊本地震で被害を受けたため閉館することになり、平成28年6月19日、長年道場を利用してきた阿蘇市剣道連盟の指導者たちが稽古納めを行いました。報徳道場閉館の稽古納めには、阿蘇市剣道連盟の亀井進会長をはじめ、連盟の指導者らおよそ15人が出席して行われました。まず亀井会長が、この報徳道場で稽古をしているというのは、私たちの誇りでありました。ここで培った剣道精神をこれからも継承していきたいと挨拶。その後、全員で木刀や練習用の日本刀を手にして、日本剣道家たちでおよそ1時間の稽古納めを行いました。報徳道場は、一宮町出身の故中島智政さんが、戦時中の昭和17年に退職金の一部を使って道場を建設して、当時の宮地村に寄贈したものです。報徳道場は地元阿蘇地域の武道場として使われてきましたが、今回の熊本地震で被災したことや老朽化のため取り壊されることになったものです。稽古納めにはこの武道場を寄贈した故中島智政さんの孫にあたる中島元彦さんも訪れて、報徳道場がなくなるのは寂しい思いがしますと話していました。今後、市剣道連盟の会員たちは学校の体育館などを使って練習を続けるということです。